これから記者会見を始めたいと思います。まずはじめ秘書からお願いします。はい、それでは私の方から札幌省エネ家電で家計を応援キャンペーンの実施についてお知らせをさせていただきます。札幌市ではゼロカーボンシティの実現を見据えた取り組みを進めておりますけれども、この度 CO2 排出量削減の後押しとして、そしてまた昨今の物価高騰に伴う家計の負担軽減を図るために、10月の10日から札幌省エネ家電で家計を応援キャンペーンを開始いたします。このキャンペーンは省エネ基準達成率 100% 以上の寒冷地エアコン、冷蔵庫、エコジョーズを対象製品といたしまして、期間中登録店舗で購入した方に購入金額に応じて最大5万円分のキャッシュレスポイント等を付与するものであります。キャッシュレスポイントの付与額は対象製品本体価格によってそれぞれ設定しておりますので、購入前にご確認いただきますようお願いいたします。またキャッシュレスポイント等の付与手続きには購入時のレシートや保証書が必要となりますので、忘れずに保管をお願いいたします。詳細につきましてはコールセンターへお問い合わせをいただくか、キャンペーンサイトをご覧いただきますようお願いをいたします。また本キャンペーンに合わせて家電量販店の店頭に省エネに関する相談窓口の設置でありますとか、パネルを展示するなどの啓発活動も合わせて実施をいたします。今回の取り組みをはじめ、今後も市民の皆様の省エネや脱炭素型ライフスタイルへの転換を進める取り組みというものを行って脱炭素社会の実現を推進してまいりたいと考えております。私からは以上です。ありがとうございました。ではまず幹事社から質問させていただきます。朝日新聞の浦田といいます。よろしくお願いします。私から2点、ヒグマに関してと、あと、自民党の杉田水脈衆院議員がアイヌ民族らに対して差別的な投稿した件について2点伺います。まずヒグマについてなんですけれども、専門家は2010年代からですね、市街地、札幌市の話なんですけども、市街地内部への侵入が恒常化し、で今年はさらにですね、複数のグループが同時多発的にですね、札幌の市街地に出てきて、より深刻化した状況というふうに声が上がっています。このままですね、札幌市の、札幌市街地でも負傷者は出ていますし、この先札幌市街地でもですね、犠牲者が出る未来の可能性はもちろんあるのかなと思うんですけども、市長自身昭和54年に市役所に入庁されて、もう札幌市の町ヒグマとの関わりをずっと見てこられているとは思うんですが、現状の札幌市のヒグマをめぐる状況の認識ですね、どう捉えているかというのを伺えますでしょうか。はい、札幌は非常に自然豊かな、豊かな自然に囲まれているという都市条件であります。非常に住宅などの市街地とですね、熊が生息するような自然林、こういったものが近接をしているというところであります。そういう意味ではこうヒグマの状況においても、最近も出没する、ケースというのが非常に増えてきているということがありますので、ヒグマとの共生という形においては、市街地といいますか、人とヒグマの住み分けということを、明確にしていく必要があるのかなというふうに思っております。この、ヒグマの対策の基本計画の中でも謳われておりますように、市街地にできるだけ近づけない方策を取るとか、あるいは問題個体への対応というようなことで、いくつかの、ゾーンといいますか、そういった形で共生を図っていくということを目指していく、来ているという状況でありますし、今後も同じような状況で、基本的にはヒグマとの共生を図っていくという形で、いろいろな対応を取っていきたいというふうに考えています。
市長として、まあ、近年だったり今年のまあヒグマを巡る現状ですね、それが深刻化しているっていう、そういうふうな認識はかなりやっぱり個体数が増えているなというのは個人的に感じておりますので、まあ、こういう個体管理などについても北海道などともしっかりと連携を図りながら対応を進めていきたい、このように思っています。ありがとうございます。関連してなんですけども、まあ、こういうふうに自然豊かな北海道でですね、まあ、今全国でも東北の方ではツキノワグマとの、まあ、トラブルで負傷者も出ていたり、まあ、改めてその人と野生動物だったり自然との関わり方について、まあ、考えていく必要があったりするのかなと思うんですけども、まあ、全国の中でも、まあ、野生動物いっぱいいてですね、先進地の北海道、まあ、市街地の市長としてですね、まあ、自然とどう向き合っていけばいいのか、まあ、野生動物とどう向き合っていけばよいのか、どういうふうにお考えかお聞かせいただけますか。まあ、野生生物動物が暮らしている近くに住んでいるということをやっぱり意識をした生活の仕方というものをしていかなければいけないのかなというふうに思っています。まあ、例えば、もう山歩きをする、散策をするというような時にはですね、まあ、これゴミを残さないとかですね、例えば市街地においてもゴミ出しとかそういったようなことに注意をするというような、基本的にやはり野生動物が近くにいるということを知った上でのマナーということを、これを啓発をしていかなければいけないのかなというふうに思っています。ありがとうございます。最後に2つ目のテーマです。自民党の杉田水脈衆院議員が、アイヌ民族らに対してですね、差別的な投稿をした問題についてなんですけれども、札幌の法務局は、人権侵犯の、事実があったと認定してですね、人権を尊重するように杉田氏に、啓発をしました。まあ、札幌市長としてですね、はい、現職の国会議員が差別的な投稿をしてこういうふうな、啓発を受けたことに対する受け止めについて伺いますでしょうか。やはり国籍あるいは民族の違いということを理由にして、差別的な発言ということはこれ決してあってはいけない、許されないことだというふうに思っております。今回の案件について札幌の法務局の方で、この事実、人権侵害の事実ということを認定をして、啓発を行ったということでありますので、札幌市としては引き続き、共生社会の実現に向けた取り組みと、アイヌ民族の誇りが尊重されるような町の実現ということ、理解を求めていくといいますか、多くの市民の皆さんにアイヌ民族に対する理解を深めていくというようなことを引き続き取り組んでいきたいというふうに思っています。ありがとうございます。幹事社から、では幹事社、加盟社で質問のある方いらっしゃいますでしょうか。UHB テレビの八木と申します。はい、今日ですね、昨日ですね、無人販売所で、誤って毒キノコ、が販売されてしまったという案件で、今日幸いにも買った方が届け出て、返却されたということなんですけれども、この件に関しての、受け止めとですね、啓発などありましたら一言お願いします。はい、やはり今の例年この9月から10月にかけて、キノコ取りのシーズンということがあってですね、市内でもたびたびこの毒キノコを、食用キノコと間違えたことによる食中毒が発生をしております。で、基本的には食用であるということを確実に分かっているものを食べるということであります。そういう意味ではよく分からないキノコは、自ら取らない、あるいは食べない、人にあげない、こういったことをですね、基本として、徹底をしていただきたいなというふうに思っています。まずはやっぱり知らないもの、見知らぬものは口にしないということを気をつけていただければというふうに思います。ありがとうございます。あともう一点、すいません、また別件で札幌ドームなんですけれども、先日もパブリックビューイングを行いまして、まだ今のところその新モードでは、予約など入っていないということなんですが、こうしたことの普及活動も含めた上で、ネーミングライツですね、早めに公募などを仕掛けていった方がいいのではないかというふうに思うんですが、
このあたりの進捗状況を含めて、どのような今状況になっているんでしょうか。はい、ドームのネーミングライツについては、他の広告スポンサー、あるいは興行主などとの調整ということもありますので、指定管理者である株式会社札幌ドームの方で今検討を進めております。でここにあたっては、まずはその、札幌ドームを安定的に使っていただくという状況、こういったものを作り出していきつつですね、価値が最大となるようなスポンサーメリット応募条件、こういったようなことを札幌ドームの方で整理を進めているという状況であります。引き続き、株式会社ドーム、札幌ドームともですね、札幌市としても連携を取りながら進めていきたいと、このようになっています。いつ頃までにですとか、なるべく早めに、いろんな条件整理ができてからということになろうかと思います。ありがとうございます。北海道新聞の大江です。よろしくお願いします。五輪について2点です。はい、まず30年招致はですね、早ければ年内にも内定都市が決まる可能性があります。そこに向けて海外の都市は準備を加速させているんですけれども、一方札幌市はですね、引き続き市民への説明を継続するという状況にあります。改めて、市長ですね、30年招致の現状をどのように見られているか、また時間が限られる中でですね、どうやって30年の招致を進めていくか、改めて考えをお聞かせください。いろんな他都市のですね、海外の都市の動向というのは報道等で象徴しているところであります。で、オリンピック・パラリンピック招致に関してはやはり住民の皆さんの、理解支持ということが、多くの方にですね、これを理解をしていただいて進めていく必要があろうかというふうに思います。先日、説明会なども行いまして、まだまだやはり賛否が分かれていて、理解が多く進んでいるという状況にはないというふうに思っていますし、また東京大会の問題についても、贈収賄に関わる事件などについてもまだ公判が行われていないというような状況があります。そういう意味ではまず、やはり住民の理解支持ということを広めていく、これまで同様ですね、いろんな説明などを丁寧にやっていく必要がある、このように考えております。その上で、今も進めております大会の見直し案、こういったようなものについてもですね、お示しをした上で、また市民の理解を深めていきたいと、このように思っています。その一方で経済界からですね、新幹線のことですとか、街中の再開発のことも含めてですね、なかなか30年のタイミングは、経済界としてはなかなか厳しいというお声もあってですね、一部ですが34年に移行したらいいんじゃないかという声も聞こえてまいりますが、市長はその辺 その先々についていかがでしょうか。はい、いずれにしても30年34年、いずれの時期にしても今申し上げたように住民の理解を進めていくということが一番重要だというふうに思っております。ではそういう意味ではスケジュールについては引き続き JOC などとも協議をしながら、また海外の情勢の情報収集しながらですね、検討を進めていきたいと、このように思っています。ありがとうございます。加盟社で質問ある方いらっしゃいますでしょうか。加盟社以外で質問ある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあこれで記者会見を終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、